おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。さっさ、あつゆきさんがお書きになりました。私を通り過ぎた政治家たち。政治家の、まあ、昭和政治の、こう、ディメンシーみたいなものなんであります。えー、さっささん、手厳しく閻魔帳をつけてらっしゃいます。でも、あの、その中で、まあ、ああの、抜点をされた政治家さんに関しましてはね、まあ、あもちろん反論もございましょうから、当番組では取り上げず、ちょっとこう、愉快な、 話題ばかりを取り上げて。ですから、あの、エン町の方の丸抜ッが気になる方は、ぜひ、サッサさんの私を通り過ぎた政治家たちをご覧になってください。え今まで意外とね、好感持った政治家がね、ろくでもないやつなんだとかっていう、<ー>サッサさんのご意見ですよ。サッサさんのご意見が伺えますんでね。はいえー、さて、えー、その政治家。 の舞台として国会という舞台の中でこんなことがあったそうでありまして、えー、さっさ厚生さんの回想でございます、えー、1981年、えー、のことであります社会党大井出春氏は自衛隊、えー、統合幕僚議長でありました武田五郎氏がある雑誌に防衛体制の甘さを指摘したとき、えー、これは制服組の政治に関する干渉であると はい,こういうのはよよくありますよね、ええ、雑誌でぺろっと喋ったことをまあちょっと野党の方が取り上げて「なんだこの発言は!」というねうんまあそれと同じようなことが1981年社会党大出春氏のあったわけでありますなツッコミでええー、これは予算委員会での,あの挙手だったもんでえー、えー、紛糾してストップしちゃったわけです、はい、その予算委員会がね、えーえー、やっぱさっささんの落とし方がいいんだななんつうかええー さっささんはですね、この社会党の大井出春という、この国会議員が、青春の頃、帝都防衛で、校射法の部隊にいたことを知っとった<う>、えー。10代の頃はあ、東京を守るために校射法の部隊にいて、B29 がやってくると、下からバンバンって撃ってたんでしょうね。はいうん 予算委員会で、その、武田五郎氏のことを罵倒した大井出新主に向かって、今度は防衛庁長官の笹ッさんが逆質問した。うん、あなたはその、青春の頃、対戦末期、帝都防衛の任にあたり、降射法の舞台におったそうではないですか。あなた一つだけ質問逆にしていいですかどうです降射法で撃って、一気でも B25 を落としたことがあったんですかこう笹ッさんが切り返した。大井出さん、当然ね。 えー、正直に答えるしかないわけでありますか突然の質問でありますから。残念ながら降車砲で撃ったんでありますが、一発も当たりませんでした。と、こう答えたんですね。さっささん、大井手さんに、その後、こう答弁なさったそうです。あなたが問題になさっとる武田五郎は、その時、四式戦早手に登場し、東京湾空中戦で避難しつつも、 B29 を見事撃墜したという。はい。体験があります。はい、いかがなさいますかと言いますと、<laughs> この大井出さんが、この後はもう質問はやめときましょうって言いながら。<laughs> いかがなさいますって言われてもね、<laughs> そうそうそう、その、乱暴 <laughs> がすごいですね。あの、あのー、その質問をもう二度と繰り返さなかったとは。で、その時にその会場内がですね、まあ、 その大いに湧いにたととうこななんでありますなだからもちろんその自民と社会党という相反する党でありましてもその与党・野党の関係というのがです、ね、足のただの引っ張り合いではなくてつまりその国に関する思いは同志的なものがあったという,うそこには少なくともユーモアと余裕が政治家にはあったのですよと。洒落てますねやっぱりあの あの、うちは問題の時にね、あなたは笑い事じゃありませんよっていう。ああさんね。えー、うん、言葉がね、なんだかあの、あの女房にちょっとこう、みだらな、あの、名詞が見つかった時の女房の声と非常に似てるんですよね。<え>どうしたのこの名詞。えそれ笑い事じゃないわよっていう、ね。あれと、あの、テンションが一緒なんだよね。 <laughs> <laughs> あんまり俺はね申し訳ない好感をね持たなかったんであります申し訳ありません。でいかにその政治家たる人たちが野党与党でその命かけの討論をしながらもそこにはきちんとユーモアと余裕があったという例で1964年昭和39年これ私覚えております。 こんな事件がありました。カナさん覚えてるかな<え>エドウィン・ライシャワー、中日大使。覚えてる生まれてません、私。ああ、そうか。はい、これね、ライシャワー、中日大使って人がいたのよ。この人ね、ものすごくね、あの、アメリカの中日大使なんですがね、柔らかーいね、人で。で、日本人がものすごくこの人好きだったのは、奥さんが日本人だった。でね、発言がすっごく日本寄りでね。はい。で、 この方がですね、本当に俺も申し訳ないと思ったんですが、暴漢に襲われて、あなた、重傷になっちゃうんですよ。はい、もう、なんか俺、子供心に悪いことしたいと思いましてね。で、その時に、輸血で意識を回復なさったライシャワー大使の第一声は、関係者は一切処分しないでくださいと。護衛に当たった警視庁の人間に関しましては、 処分をしないでくださいとまず第一声でマスコミにコメントしたんですよそしてこのあとこの方が残した名言「私は日本人の方から輸血していただきましたので本当にこれで私は本物の中日大使になれたような気がします」という。う まあこの発言の温かいこと笹さんは扉の下で号泣したという政治リメンシでございます、はい、この次また明日の間の板の上で武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです、えー、警察と防衛の方の畑を歩かれました完了でございます笹さん厚生きさんの 式でございますね。えー、最後の式と銘打ってあります。まあ政治家に関する円魔帳みたいなもんでありますが、えー、ちょっとこう二重丸のところばっかりを得り出してね、えー、読んでおります。えー、今度の事件はなかなかこうユーモアでは解決しないんですが、裏でこういう動きがあったということで、さっささんの回想をお聞きください。はい、2001年2月10日。 大変な事件が起きました。これはもう私も覚えております。悲惨な事件であります。えー、ハワイ沖で愛媛県水産高校の練習船が浮上してきた6000トンのアメリカ海軍原子力潜水艦グリーンビル。これが、その下から突き当たりまして衝突いたしまして、愛媛丸はなんと35名の乗員のうち、教師5名、高校生4名、計9名の、その、事故による死者が出たという。 ねえ。え、この時、えー、この、日米間の揉み合いがあったそうですよ。裏側で。まあ、当然でしょうね。で、当然のこととして、厳選訓練海域に四国の水産高校の練習船がなぜ入ってきたんだと、いう主張があったみたいですよ。その、あ、あそこはもともと厳選の訓練海域ではないかと。そこに入ってきた。なぜ入ってきた。そっちの方が問題じゃないかっていうアメリカ海軍の主張。 があったそうでありますがこれがねなんと加奈さんこれさっささんの報告によりますと、はい、日本側ではありませんで黙れって叫んだ人がいたそうですそのアメリカの海軍の主張に対して、はい、それがアーミテージ国務副長官あのごっつい体の人覚えてらっしゃいます、はい、あのあのなんか三好政界入道みたいなあの方が。はい あの、振り返って怒鳴りつけたっていう、アメリカの主張を。それで、すぐにサッサさんに連絡を取ったそうです。であ、サッサさんに向かってアーミテージが叫んだことは、そっちから要求してくれと。アメリカ側の態度で必要な腰を、とにかく、あの、上げてくれと。で、サッサさんはもう遠慮なくバーっとあの、巨大な大男に向かって、叫んだそうですよ。まず、 えー、損害賠償交渉すぐ始めてくれっていう。で、その後は、えー、その、600メートルに沈んどったそうでありますな。あの、水産高校の練習船は。それを、あの、サッサさんが要求したことは、要求したのは、アメリカ軍、海軍に対して要求したのは、サルベージで回収するのではなくて、潜水士が潜って回収してくれと。で、これは日本側の絶対条件だったそうで。 機械で引っ張り上げるんじゃない。人間の手で遺体を収容するっていう、その態度が大事なんだ。んで、はっきりと佐々さんはアーミテイさんに遺体の考え方がオタクラと私どもは違うっていう。うそれがあの死に対する日本人の償いなんだっていうね。うはい、で、その、私も思いましたけど、あのフォーリーっていう駐日大使だったんです、この時。 あれやっぱすご,すごいなと思いましたけど数日後に行きましたからね愛媛県まではい駐日大使が行った後はスコットワドル,あーワ,ルドワドルという、えー、中佐だったんでありますがこの方が遺族に対して直接陳謝っていう、はい、これがね早かったんですよ、うん、かな覚えてないかなあちょっとその辺覚えてないですけれど、えー、そんな早かったですか早かったですよ<ー>俺びっくりしたもん、うん おそらくあれ、一週間経ってないと思います。三日か四日。で、もちろんそれで、あの、亡くなった方が、あの、あの、よ、みがえるわけでも何でもないですよ。だけど、これはやっぱり、サッサさんが回想録でおっしゃってるけども、やっぱりアーミテージさんの奮闘っていうのはすごく、あの、多かった、あの、寄与するものがあったんではないでしょうかね。はい、あの練習戦事故はですね、やっぱり、 日米安保も含めての相当な危機になり得たはずです。何せ、9人の死者は大きいですよ。善とある高校生ですから海に行きようという。はい、そのことに関してアーミテージはもう本当に、あの、何でもすると言ったそうですね。ササさんに対して。はい、これは見事で。 笹っさんは、ビシッとこの文章の終わりにですな、アーミテージさんの行動について、キャロライン・ケネディはぜひ学んでほしいと。もちろん、あの、キャロライン・ケネディさん非常によくやってらっしゃいますけれども、ぜひ、先任者でもう、傑作とも言えるべき中日大使が日本に派遣されていたということは忘れないでくれ。それから、カナさん、 中日大使って優秀な人多いですよってサッサさんが。<ー>うん。キャロラインさんっていいよね。こまめだよ。<ー>こないだもあのー、あれだ千葉の方の高校行ってな、はい、アメリカ行って勉強しませんかってお誘いを。<ー>で、あの人の眼差し見てると、<ー>すごい日本人に向ける眼差しがあったかいよな。<ー>あの人の裏話知らない知りません。 お父っちゃん殺されちゃったじゃないよ。はい。その時に、東京とかの幼稚園の子供が、キャロラインに手紙書いてんのね。ー。泣かないで。あ、涙出てきた。その頃、キャロラインもさえもちっちゃいだろうねじ同じ、同じ。うん、その時に、あの、キャロラインはご,ごめん、ごめ、うん。<laughs> な、涙が言 <laughs> ちゃったけど、えー、じーっと抱いてたんだって。 でうん、遠い遠い異国の子が自分を励ましてくれてる,るっていうことに関してまあ後に歌にもなったあの愛らしいスイーツ・キャララインは涙をいっぱい溜めて、えー、遠い国からの励ましの手紙を抱きしめていたというね,、うん、ね。この続きまた明日の「マネびトの上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、サッさっささん、えー、厚木さんがお書きになりました。私は、私を通り過ぎた政治家たち。はい、ね。さあ、行きましょうか。さっささんの円馬町でありますが、円馬町でも二十丸、三十丸のさっささんの免許改伝をいただいた政治家を、えー、今朝もご披露したいと思います。これも覚えてるかな覚えてるやな。2001年、平成13年、奄美方面で大変な事件が起こりました。 これ、この時は何とも思わなかったけど、今考えたらすごい事件だなうん。海上保安庁巡視船が不審船を発見。うん、逃がさずと、航空機がこの不審船を追尾。で、停戦命令を数度にわたって何度も何度も海上保安庁が巡視船から出すんでありますが、全く無視して逃走。逃走の仕方が尋常じゃないということで、 えー、この警告射撃、空に向かって一斉射撃を海上保安庁の巡視船がやるんでありますが、それも無視したという。はい、ただもん、ただの逃げ方じゃないというところで、えー、巡視船稲佐、水木、この2艦船が、この不審船を追っかけるわけであります。はい、ところがなんと驚く中で、接近しようとした瞬間、自動小銃を発砲してきた。はい、ということで、ある意味で、 国境で戦闘状態に入ったわけです。うんはい、覚えてるよな。ああ、なんかおぼろんなる。おい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 。えー、で、どうなりましたっけえー、このー不審船は自動小銃で打ち返しただけじゃなくて、小型ロケット砲を打ち始めた。はい、ロケットランチャーで不審船が攻撃を加えたという。うんうん、これ実質 戦闘状態に入ってある。はい、これ、はい、怖い言葉でしょ、はい、今もう戦でもギリギリこの手のことが起こりそうなんで、国境警備に当たられてる方の緊張っていうのは本当に我々、こんな江戸の真ん中にいてね、のどかに話しておりますが、ご苦労なことだと本当に思っておりますが、この時もそうであります。えー、稲佐、水木に対して自動小銃、続いてロケットランチャーで不審船が攻撃。この間、海上保安庁人船2隻攻撃しておりません。で、直ちに、 えー、打電したんですな。はい、反撃していいかどうか、という。<laughs> まだこれ防衛問題ではありませんで、えー、海上保安庁なんで、国土交通省の方に、どうしましょうかと。犯人が暴れておりますというようなね、はい、えー、ことで、えー、報告があったわけですけども、この時に、直ちに反撃を開始せよと、一発で打電を返した大臣がいた。えー、2001年って誰だ 国土交通大臣。大木千景あ。あ、ああ、思い、ね、出し,しました。すごいのがですね、春陣がなかったって言うんですん、はい、国土交通大臣の大木千景に、<ー>直ちに反撃せよだったんです。はい、この一発の、あのー、許可が、もうこの海保の稲佐水木を励ましまして、で、すごいのはですね、これ後で後々に、 ちょっと国際社会の中でグラッと揺れるんですけども、あの、向こうが自動小銃とロケットランチャーで撃ってくるんですけども、一発も当たらないんですが、うん、稲佐と水木の20ミリ機関砲は、反撃を開始するや否や、全弾命中なんですよ。<ー>で、これね、狙ったところが、カノさん、すごいの。はい、これね、敵に向かってむやみに撃ったんじゃないんですよ。20ミリ機関砲を、 スクリューに向かって、見えないスクリューに向かって集中発砲してるんです。はい、これのことごとくが命中したっていうんです。だから、何を明かしたかというと、稲佐瑞木の普段からの射撃訓練がどれほど徹底したかっていう。うん、それで、不審船は動けなくなって自爆するんです。はい。これは、あの、前段命中したからですよ。 もう腕前が半端じゃないということが分かったんで、不審船は、えー、自ら自爆して海底へという。で、普通はここで終わるんですけども、はい、なんと、大木、えー、近毛国土交通大臣は、直ちに引き上げを命令したんです。許さなかったんですね。うやみやにすることはい。それで、えー、なんとその引き上げに関しましては、すぐさま、費用は出すと。 これ、日本財団がお金を出したんです。はい。こう、日本財団っていうのは、あの、日本船舶、う振興会ですね。はい。で、この引き上げのお金を出すって言った会長さんがですよ、トップがですよ、そのあや子さんなんです。ほ<ー>、まあ女二人が守ったんですよ。かほ <laughs> <laughs> えー、実費負担をすべて、えー、モーターボートで儲かったお金で出しますと。 ほん <laughs> で、展示場までも決めちゃったんです、女二人が。はい。これは船の科学館で堂々公開という、うん、ことを決めちゃったんですね。いや、その事件、私、大木千景さんという名前を聞いて、うん、ああ、あったあったって思い出しましたね。しかし、はい、この大木大臣のですね、一歩も引かずという、はい、それから、えー、その引き上げて見せるということに関して、その綾子という、このお日本財団のトップの決断が、うん 寸分もブレなかったという。それが一言も。 文句を相手国に言わせなかった、関係国に言わせなかったという。2003年より、その、不審船は公開されましても、ズバリ申しまして、これは北朝鮮武装工作船であったということで、うん、日本人が北朝鮮に対する思いというのを一変させたという。ちなみに、2003年より公開された、この不審船でありますけども、100万人の見物人を集めたという。はい、ま、いずれにしましても、さまじき、 女子どもの決意によりましてということでございますねこの水また明日のもらいたの上で竹田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます竹田哲也ですおはようございます水谷か奈ですどうです興味深いでしょう。さっささんいや私昨日のそのその彩子さんの話を全然知らなかったのでそ,のんそんな女性二人が先頭に立ってやってたんだってちょっとびっくりしましたすごいもんですよ ぜひ、あの、女性の方々は頑張ってほしいですよね。はい、さあ、今日もですね、少し女性絡みの話になるかもしれません。はいえー、1960年から70年にかけまして、左翼過激派という連中がおりまして、この時代、ハイジャックが頻発いたしました。うん、1997年、えー、には517人が乗りましたボーイング747で、えー、なんと男があ、千歳行きをハイジャック。 しかもこれ思想犯でも何でもなく自分で操縦してみたかったっていうその飛行機がそれでコクピットに乱入し機長を視察したんでありますな。でもうこう墜落する寸でのところで副操縦士がジャンボ機を立て直しましてえ無事に着陸させたというたった一人の犯罪者に手も足も出ないという。 このハイジャックの現状に対して警察官僚であるサッサさんはイライラしとったわけですな、はい、で、えー、この時代ハイジャックについて抑止撃退についてやっぱりいろんな人に提案を繰り返してるんですねサッサさんはこれ一部しか公表してはありませんでもあのこれからハイジャックしようとかって思ってる人はよく聞いてくださいこの番組をね <laughs> はいサッサさんはハイジャック犯の弱点を一つだけ見つけている カノさん、わかりますかハイジャック犯の弱点。わかりません。シートベルトをしていない。おあ弱点ですね。え、ねうん、ですから、シートベルトをしていないんだったらば、キャビンアテンダントと機長が息を合わせて、うん、機長が、急降下。うん。急上昇。うん、左右急旋回。はい。これをやれば、 ハイジャックはできないはずだと。確かにおっしゃる通りです。それでこのサッサさんってのは行動的ですね。うん、あの昔国会議員でその手の飛行機の運転が上手だっていう人がいたんですよ。はい、若い頃は新宿湾まで飛行機で行ったっていう攻撃に。ミ田ルってのはいたんですよ。はい、この人はジェット機も得意でね。それでこのゲン田さんを部屋の中に閉じ込めて なんか、急降下、急上昇、急旋回のテクニックを、なんとかできないかってんで、サッサさんがこう、書かせたっていう。<ー>で、その他にも、キャビンアテンダント。ああうん。何人かいるわけですから。はい。そこでその後ろに回り込んで、ハイジャック案のケツに、バースタンガン当てるとか。はい。そういうことを、いくつも考えたらしいんですよ。サッサさんが。<ー>ところがですね、 やっぱり運輸省から航空経営者まで大反対でやっぱり危ないとキャビンアテンダントにそんな危ないことさせられないとやっぱりそのハイジャック犯にある程度言うことを聞くしかないんじゃないですかとやっぱ黙ってやった方がいいとくれにもね。 ナッツ1個でね、引き返したってなっありましたけども、あ,ね、あの、やっぱり暴れそうな人の言うことを聞いた方がいいんじゃないですかと言いましたらば、皆さんを褒めてあげましょうね。ここもはっきり書いてありますが、日光スチュワーデス第1期生の女性たちから、私たちキャビンアテンダントなんだと思ってるんですかと。<お>私たちの本当の名前は、航空保安要員ですと。保安を維持するためには、 私たちは命を盾にするんだと。ほ<う>ただのスカート履いた女だと思わないでくださいと。うん。私たちは油断した犯人と格闘する覚悟ぐらいありますと。えらい。スチワーネスを舐めんといてくださいと。い偉いえらいよね。素晴らしい。 さっささんが大感動したんです。今、涙が出そう。!3 <laughs> <laughs> 人泣いてやんの。涙が出そうです、本当にもでもやっぱ偉い人いるんだわ。だから、<laughs> はあ、もうやっぱ大木地陰以下、はあ、日本の女性ってね、もうなんか、立派な人がいるんですよ。うん、それで、航空保安官、エアーマーシャルの登場ですな。うん、でも、逆の意味で言うと、日本の場合、はっきり言って、クルーね、あの、キャビンアテンダーの人の人が、 鎮圧するっていう、そういう技術を持つべきだ。はい。いうことで、はい、実は、はい、ハイジャックをやろうとしてる人聞いてくださいよ。はい。もう訓練に入ってるそうです。<う>で、キャビンアテンダントになる人にはですね、反撃する術が全部マニュアルとして仕込んであるそうであります。えー、そうなんですかはい。は,<ー>はい。これは、 あの、あの、当たり前ですが、サッサさんが、これ以上のことは書けないと書いてありますが、うん、さあ、ハイジャックをやる人、んなんかあるよ、君たちには不幸が。なめんなよってことですねなめんなよってことですよ、本当に。で、しょうもねあの、えぇ、ー、1997年のあの、ハイジャックの中、あの、ナイフ一本ぐらいしか持ってなかったの、はあ、大の男が後ろから、ね、ケツでも蹴りゃ、一発で制圧できたんでありますけども、うん、そういうマニュアルがなかったがゆえに、 機長というねあれ、機長さん頑張ってくれたんですよ、あれ。はい、それをまたメディアがボロクソ叩いたんだよね。機長を被害者に出したって、これ覚えてない分かったんだよ。えー、それでカチンってなっ、サッサさんは。だけど、やっぱ日光の社ですとかまっすぐ手を挙げてね、私たちは、あの、あれだ、接客業じゃないんだって、うん、保安員なんだっていうね、いくらでも戦いますと。うん が言ったというね、はい、秘密ではありますが、えー、そういう影のハイジャック犯撃退の術も進んでいるということを覚えといてくださいねこの次また明日のまナイトの上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、私を通り過ぎた政治家たち、笹厚行さんが、あ文芸春秋からお出しになりました、最後の式とございますんで、なんか思いの丈全てをこの一冊にというね。うん、で、笹さん、うん、数年前に会ったことあるあお会いになった、お仕事ですかああ。へえ。 実に涼やかな人柄でありまして、ベタベタしてないんでありますな。はい。で、もちろんこれは、あの、お付き合いになった政治家たちの閻魔帳でもあるんでありますが、当番組、えー、こう、批判された方、反論もあろうと思いますんでね。あのー、なんなんか、批判された方。 えー、バッテンをさっささんがつけてらっしゃる方は逆に取り上げませんので、ぜひ本の方で読んでください。えー、こいつあんなやつだったのかとかわかりますん、ね、で、はい。で、まあ、現行の政治家の中でさっささんがこいつは期待できるなという赤丸急上昇の政治家の方のみ。で、これもまたね、皆さん異論はあるでしょうから。え、かなりあの波のラジオ番組、 とは違うことを私は言うことになるでしょうからサンサさんがまずこいつは政治家の資格があるなとおっしゃっているのが、えー、現総理安倍晋三でありますな<ー>たった一言私利私欲はほとんどないと、はい、で、えー、祖父が岸信介であったという家系はこの人にとっては重大で日本の将来のためだったらば日本中の反対者を敵に回してもやり抜くんだという 覚悟は安倍にあると。これは、あの、アベノミクス賛成とかそういうことではなくて、覚悟としてですな。ええ。うん、で、サッサさんの言ってることはギクッとするんだな。こんなことをかなり言ってる。歴史上満場一致で国家の運営を進めるべき時代と、少数の独断専行で突破せねばならぬ時代と、政治家が担わなければならない時代は二つあると。 万丈一で、こっちの方が明るいぞ、みんなついてこいとね、えー、モーゼがこう、エジプトの民を率いるがごとく、出エジプトという時もあれば、えー、ルビコン川のシーザーのごとく、才は投げられたと、言いながら、うん、一部の、やっぱりこう、味方を引き連れて、敵陣に突入せねばならぬ時もあると。桶狭間の信長の時もあるのであると。はい、8月15日。 昭和天皇の終戦決断。そこから、えー、戦後の日本は始まったんだと、えー。安倍というのは少なくともそういう政治の際どさを知っているのではなかろうかというね。満場、はいえー、一多数決が、あのー、この解決策になる時もあれば、多数決が、なんか、そのなんか破滅のスタートになる時もあると。うんえー、国民が正しい時もあれば、 すごい言葉ですが国民が間違っている時もあると、はい、政治とはそういうものなのだっていうねええー、それから、まあ、消費税に関しましても消費税っていうのは全部各内閣が首くくって通り抜けてきたわけですけども安倍晋三という総理はあその日本国内で20%近い支持率を落としてでも バチッとこの,あのあ締めたいっていう思いがあったのではないかと、はい、なんかそういうことをおっしゃっておりますな、うん、それぐらいの覚悟があるみたいですね安倍さんにはね少なくてもやっぱり俺はこうであるっていう志が、はいうん、あちょっと安倍さんのこと褒めすぎだからちょっと嫌味も少し言っときますけどね、はい、片っぽのだってかなさん 安倍さんって自分探しを一回もやったことないんだよ自分探し、うん、やったことあんだろう。私大きくなったら何になろうって、はい、思ったろ思いましたなあ、俺も思ったよな、はい、安倍さん,んなこと何にもない一回もあ、もうレールの上をずっと決められたと小お前は総理になれ <laughs> あ,あ、そうかな<あ>、あ<ー>その違いってのは決定できないな、えー、ごめんちょっと話急ごうね えー、若手ではさっささんが勧めてらっしゃるのは小泉次郎好感<ー>だねいい男だなやっぱな、はい、あの子はねえー、この人はですねえー、郵政見直しを民主が天下取った時自民でさえ同調の動きがあったのに断固反対したのが信次郎で簡単に見直す自民に逆らったというお父さんが決めたからじゃないそのやっといて 見直そうかなバカなことあるかと単価切ったっていうねそれから <laughs> ちょっと友達だから言いにくいんだけど、はい、えー、東京都知事選舛添洋一あ、はい、これ自民が支持しましたですねその時に最後まで、えー、舛添洋立に反対したのが新次郎君なんだってあれそうでしたっけ <laughs> 頑固なんだってなこの新次郎君は でなんで松いでいいじゃないかとかって先輩、えー、政治家からか肩を叩かれた時あの小泉進次郎君は断固として自民が苦しい時に真っ先に出ていった人ですよ<ー>なんで応援するんですかそうかそうかそうでしたそうでした <laughs> おっしゃってました痛快といえばあ痛快でありますなええー、その他かえーとえー、とさっとえっとさささんがな数名のねえー、方をあのー この人は政治家であると褒めてる人がいるんでありますがちょっとこれあのあれですな時間が足りなくなっちゃいましたんでああさっさ淳之さんがお書きになりました「私を通り過ぎた政治家たち」まあ、政治家の、まあ、昭和政治のこうディメンシーみたいなものなんであります。はい、もししよろしければこの私を 通り過ぎた政治家なかなか面白い政治家に対する見方ができると思いますんでそっちの方をご一読をということで今週この話題これまでということでございますね。このののまた来週のマライトの上で